はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、肝臓の不調のサインということですね、お届けしたいと思います。まあ、過去の動画でですね、このこめかみとか眉間の間にですね、シミやほくろがあるのはですね、肝臓や胆のうの調子が悪いですよっていうですね、まあ、動画を配信したんですね。まあ、今回はですね、この顔以外のですね、肝臓の不調のサインということをね、お届けしようと思うんですね。なぜかというとですね、この肝臓というのはですね、沈黙の臓器と言われてですね、気づかないうちにどんどんですね、悪化してる可能性があるんですね。ということはね、早めに対策を取っておかないとですね、大きな病気につながるんですね。まだね、シミなど出ている現象がですね、なかなか消えない、なかなか薄くならないっていうのはですね、もしかしたらですね、肝臓の状態があまりよろしくないのかもしれないんでね、こういったサインも出てるかもしれないんで、一度チェックしてみてください。では早速ですね、この肝臓の不調のサインをですね、お届けしたいと思うんですけども、まず1つ目がですね、皮膚が黄色くなるっていうものなんですけども、この肝臓機能が低下するとビリルビンと呼ばれる黄色い色素が代謝できず、血液中に増加するんですね。この血液中にですね、ビリルビンが増加すると皮膚がね、黄色く染まってくるんですね。これはまあ黄疸とかも言われる場合もあるんですけども、あとですね、この目の白目がですね、黄色くなることもあるんですね。次2つ目がですね、皮膚が痒くなるっていうものなんですけども、この肝臓機能が低下してくると脳のね、痒みを感じる箇所がですね、誤作動を起こして、見た目にね、皮膚の異常がなくても痒みが出ることがあるんですね。この痒みはですね、薬を塗ってもですね、改善されないということもあったりしてですね、書いても書いても緩和しないらしいんですね。そういった方もですね、肝臓の不調があるんで気をつけてほしいと思います。次3つ目がですね、顔が浅黒くなるという現象なんですね。この肝機能が低下すると皮膚のメラニン色素による色素沈着が起きて、顔色が浅黒く見えることがあるんですね。これはですね、肝臓の不調の典型とも言えるんですね。顔がですね、浅黒く見えたりっていうのはですね、お酒を飲み過ぎている方によく現れる症状なんですね。僕も10年ぐらい前ですね、テレビの撮影ですね、朝日放送に行った時にですね、笑い飯の西田さんとですね、ツーショットの写真を撮ったんですね。その写真をですね、改めて見たらですね、もう日焼けとかのレベルじゃなくてですね、その時日焼けなんかしてなかったんですよ。日焼けなんかしてなかったのに顔がですね、もう土黒かったんですね。それを見てからですね、僕は今回お届けするセルフケアもね、行ったんですね。友人や奥さんにですね、顔土黒いよって言われてる方もですね、後ほどね、セルフケアをお届けするんでね、実践してみてほしいと思います。次4つ目がですね、雲のような模様が現れるっていうものなんですね。肝臓がですね、長時間ダメージを受けると、インスリンや女性ホルモンなど様々なホルモンの異常をきたしてですね、女性ホルモンであるエストロゲンが増加することによって、皮膚の血管が広がる血管拡張っていうものがですね、現れやすいんですね。その血管拡張が起こった結果、顔や首、胸に赤い点状のね、血管拡張が見受けられるんですね。そこからですね、四方に細く広がってですね、その血管がですね、クモの足が伸びたように見えるため、クモ状血管腫とも言われるんですね。またこのクモ状血管腫はですね、妊娠中の方とかピルをね、内服している方もね、現れやすい現象なんでね、それ以外の方はですね、ちょっと気をつけてほしいと思うんですね。次ラスト5つ目がですね、手のひらが赤くなるっていうものなんですけども、このクモ状血管腫と同様にですね、エストロゲンによって手のひらの血管が拡張して赤くなっていると考えられているんですね。特にこの親指の下の膨らみと小指の下の膨らみもね、赤くなっていると肝臓の不調の可能性もありますんでね、注意してほしいと思います。もう一つね、ちょっと番外編じゃないですけども、これは確実にですね、もう肝臓がやばいっていう状態もちょっとお届けしたいんですけども、おそらくね、そういう方は病院行かれてると思うんですけど、お腹のね、皮膚がボコボコしているっていう状態なんですね。まあ、これはですね、肝臓の障害が進んで肝臓がね、硬くなっている状態、まあ肝硬変の状態ですね。そういった状態の方は血液が肝臓に行きにくくなって、肝臓を経由して心臓に戻る血液が渋滞するんですね。その迂回路としてあちこちの血管がですね、使われることによってお腹周りがですね、ボコボコする状態が現れるんですね。そういった兆候がある方はですね、一度病院にね、行ってもらっていいかなと思います。今お届けした不調の状態はですね、まあ、皮膚に現れる現象なんですけども、それ以外のものもね、お届けしたいと思います。まず1つ目がですね、鼻にね、ツンとくる口臭ですね。肝臓には食べ物を消化した際に発生するアンモニアを代謝する働きがあるんですね。肝臓の機能が低下すると代謝できなくなったアンモニアがね、口臭として現れるんですね。なので、ちょっと口臭が気になる方はですね、友人や旦那さんや奥さんにですね、確認してもらったらいいかなと思うんですね。次2つ目がですね、爪が白くなるっていう現象なんですけども、肝臓の機能が悪くなると爪全体が真っ白になって、白い線がね、
出たりするんですね。まあ、僕のお店に来られる方はね、その爪だけじゃなくて他全体も見ながらですね、内臓の調子どうですかとかですね、健康診断の結果どうでしたかとかいうことも聞くんですよね。そういったことで未病も防げることができるんですね。なので爪が白い方もですね、注意してください。次3つ目がですね、紅茶色のおしっこが1日中出るっていう症状ですね。この黄疸の原因となるビルルビンがね、尿に排泄されることによってオレンジ色から茶褐色のですね、おしっこが出るっていうことなんですけども、朝一のですね、おしっこならわかるんですけども、それが1日中出る方はですね、もうかなりですね、肝臓がですね、へばっている状態なんでね、注意してください。はい、次4つ目がお酒が弱くなってきたってことですね。まあ以前よりもね、お酒の酔いが回りやすいとか、二日酔いが残りやすい、お酒の味がまずくなってきたとかですね、もうこれもですね、肝臓がですね、限界を感じている証拠なんですね。そういった方もですね、おそらく顔が黒くなっている可能性もありますんでね、注意してください。次5つ目がですね、全身の倦怠感ですね。まあ最近疲れやすくなったとかですね、同じことをしても今までと妙に疲れ方が違うとかですね、そういった方のですね、疲れ度合いもですね、この肝臓が疲労している証拠なんですね。次6つ目と7つ目はですね、非常に重い状態なんで、おそらくなんですけど病院に行かれている方も多いと思うんですね。まあ念のためにね、お届けしたいと思うんですけども、6つ目がですね、右の脇腹の重苦しさっていうことなんですけども、これはですね、肝臓がんや他のがんがですね、肝臓に移転している場合ですね、肝臓がこう膨大した場合に起きる現象なんですけども、背中の右側が凝るとかですね、そういった方はですね、一度病院にね、行ってもらえたらと思います。まあ次7つ目がですね、出血しやすくなるっていう現象ですね。肝臓機能が悪くなると、肝臓で作られるね、血管を凝固する物質が減ってしまって出血しやすくなるんですね。例えば僕たちのこの40代50代の人間がですね、鼻血がしょっちゅう出るとか、青あざがすぐ目立つとかですね、あと歯茎から血が出やすいなどの症状がね、見られてくるとですね、注意が必要なんですね。まあでもぶつけたりして青あざができたりとかですね、歯周病で歯茎から出血するとかはまあ分かるんですけども、何も異常がないのにですね、血が出るっていうのはですね、肝臓のですね、状態が良くないっていうことなんで、一度病院にね、伺ってみてもいいかなって思います。まあ今ですね、肝臓の不調のサインをですね、お届けしたんですけども、まあ僕19歳の時にですね、2年ほど入院してたから、もう病院行くの嫌なんですよね。なので自分でですね、この体の未病を防ぐとかですね、そこからですね、ちょっと興味持ってたんですね。なのでこういったですね、未病を防ぐっていうのがですね、自分の今の仕事に通じてるんですけども、先ほども言いました、僕顔が浅黒くなったっていう現象もですね、病院に行ってないし薬も飲んでないんですね。自分でセルフケアをすることによってですね、状態が深くなる前にですね、自分で未病を防ぐことができるんでね、今からそのセルフケアをですね、お届けしたいと思いますんで、一緒に行っていきましょう。まあ今回もですね、経絡なんですけども、まず一つ目がですね、この関係という経絡ですね。まあこの関係という経絡はですね、僕の動画でも本当に出てくる頻度が高いんですけども、それぐらいセルフケアで重要な経絡なんですね。この関係っていうのはですね、また復習を兼ねて紹介したいんですけども、この足の親指と人差し指の間からですね、こう足の甲を通って内くるぶしの上側を通ってですね、足のふくらはぎを通ってそのまま上に上がっていって太ももの付け根まで行くんですね。そこからまた上半身に行くんですけども、今回もね、足の経絡を刺激したいと思うんですね。でこの右足の場合はですね、手のひらでですね、グッとこう押し込むような形ですね、面で捉えて押し込んでいくっていう形でですね、自分の押せる範囲で結構なんで、下から上にですね、刺激していきます。では10回いきますね。よーいスタート。こういう形ですね。はい、関係を刺激です。特にね、これお酒を飲んでる方とかですね、もともと肝臓が弱い方はですね、お酒を飲んで翌日であったり当日にですね、この肝気を刺激したりとかですね、またわりのストレッチをね、行っていただけると、この肝気をですね、刺激することによって血の流れ、気の流れが良くなって肝臓の状態をですね、健康に保つことができるんですね。先ほどの不調のサインでも出てきました、その疲れやすいっていうのがですね、肝機能が低下している証拠なんですよね。ちょっと仕事で疲れたなと思われる方もですね、この関係っていうのはですね、お風呂上がりであったり寝る前にですね、こういった経絡の刺激をですね、行ってみてください。はい、よろしいでしょうか。はい、 OK。 はい、次反対の足ですね。こちらもですね、手のひらで面で捉える形で10回下から上ですね、行ってみてください。まあ、最近僕もですね、動画でですね、こういった自分のセルフケアも続けていくことによってですね、
体がですね軽くなってきてるんですね。まあ、これはですね僕もセルフケア自分でしてよかったなと思うんですけども、こういったですね、まあ、隙間時間をうまく利用してですね自分の体のですね状態を高めていくことができるんでね、ぜひねこういった隙間時間にですね、せっかくね動画見てるんだったら一緒にねこうセルフケアしてですね健康になっていこうっていう趣旨でですね最近一緒にセルフケアの実践をねさせてもらってるんですけども、まあ、これをするとですねやっぱり皆さんからお声いただくのがですね一緒に実践できてですねよかったっていうですねお言葉いただくんですね。っていうのはやっぱ動画見てるだけではですね自分では、ね、なかなかできないじゃないですか。だからこうやって一緒にね行っていくことによってですね、まあ、時間の共有ができてですね今日も頑張ろうっていう形でですねやっていただけるとですねありがたいと思うので、ぜひですねあなたも実践してみてください。はい、 OK、 よろしいでしょうか。こちらをですねそれぞれの足10回を3セット行ってみてください。はい、次2つ目がですね短径ですね。この短径っていうのはですね足の外側側面を通っていってですね、このお尻を通ってですね腰のお腹の横を通ってですね体の側面を通っていく経絡なんですね。でここの首も側面を通ってですね頭の方に経絡たくさんあるんですけども、こちらの頭の方はですね、まあ、ほうれい線ゴルゴラインとかですねそういう芝やたるみに有効な経絡なんですけども、今回はこの内臓器官をですね和らげるためにですねこの足の経絡をですね刺激する方法ですねお届けしたいと思います。こちらはですねこの太ももの側面から膝下を行うんですけども、まずこの太もものラインをね行っていきたいと思います。こちらですね指で押さえてもらっても結構なんですけども、面で捉えても結構なんでね、こういった形で10回ですね上から下に10回いきますよ。よーいスタート。はい、指でいきます。この胆経っていうのはですね、まあ、胆のうとも、ね、非常に強い関係があってですね、この肝臓と胆のうっていうのがですね非常に密接な関係があるんですよ。だから胆のうが弱ってくると肝臓も弱ってくるし、肝臓が弱ってくると胆のうも弱ってくるっていうことなんですね。なのでこの胆経を刺激するときは肝経も一緒に刺激する方が僕はおすすめなんでね、こういった形で10回行ってみてください。はい、よろしいでしょうか。次はですねこの足の膝下からの側面なんですけども、こちらはですね指で結構なんで上から下にこういった形ですね、はい、面で捉えていく感じで結構なんでね、まあ、これね異形とかとね経絡近いんですけども、僕的にはですねこの異形であろうが胆経であろうがいろんな他の経絡はですねこういった形で捉えていくっていうことがですね非常に重要だと思うんですね。もしかしたら違うじゃないかと思われるかもしれないんですけども、そんなことはなくてですね、この自分でですね胆経という糸を入れることによって胆経が当たるんですね。これはですね、まあ、感覚の世界って感覚の世界かもしれないんですけども、まあ、これを行うことによってですね自分の体の経絡が分かりやすくなってきてですね、さらに自分の体が健康になりますんでね、ぜひ一度これも行ってみてください。はい、次反対側の足いきますね。はい、こちらはですね面で捉える形でいきたいと思います。はい、いきますよ。よーいスタート。1、はい、膝まで、はい、こういった形ですね。まあ、これ腰痛の方とかもですね有効な経絡なんですね。結構側面ね押さえて痛いという方はですね胆のうもそうなんですけども、腰が痛い方も非常に多いんでね、座り仕事されてる方とかねしっかりこうやって緩めていってください。はい、 OK、 10回いきます。はい、 OK、 よろしいでしょうか。はい、次膝から下ですね、面で捉えていきますね。よーいスタート。はい、僕自身ですねこう膝が悪いんでどうしてもやっぱこの足のねこの筋肉っていうイメージがすごい強かったんですけども、筋肉をイメージするよりもこういう経絡をイメージする方が僕は抑えやすいんですね。こういった紹介させてもらってるんですけども、まあ、僕の施術がですね、まあ、ツボとか経絡を抑える施術なんでね、こういった血の流れ気の流れを良くしていきながら内臓を整えていって体の痛み心の不調を取るっていうのが僕の施術スタイルなんでね、こういった経絡をですねぜひね皆さんもですねもっと近い存在になってほしいなと思うんですね。はい、よろしいでしょうか。はい、OK、 ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。今僕お届けしましたけども、この経絡っていうのはですねもっと身近なものにね触れていただけることによってですね体の未病を防ぐことができると思うんですね。僕のようなですねこれ整体とか来る前にですね自分の体をケアしていきながらですね施すことができることによってですね、あなただけではなくて家族全体がですねこう健康を導けるようになると思うんですね。そういった思いも含めてですねこの経絡を刺激するっていうことをお届けしてるんですけども、まあ、僕自身ですねこういったお店をしてる
から言うのもなんなんですけども、別に集客したいからっていう一心ではなくてですね、少しでもですね経絡っていうものを刺激することによって健康になってほしいんですね。その経絡をですね身近に感じていただくことによって、もっと健康意識っていうのは高まるもんだと思ってるんですね。なのでこういった僕の動画を見てですね、家族の方であったり周りの方をですね一緒にですね健康に導いてほしいと思います。また気になることとか、こういうことで悩んでるんだけどとかですね、そういったものもあればですね、動画のコメント欄であったり僕の LINE 公式アカウントの方のですねメッセージいただけるとですねご回答させていただきますんでね、ぜひそういったものも活用してみてください。まあ、あと最後ですね、補足なんですけども、こちらの炭酸生体スプレーホワイトとオレンジなんですけども、絶賛発売中です。こちらのホワイトはですね、このセルフケアする前にですねスプレーを全体にかけたりとか腕とか足にかけることによってですね、毛細血管拡張して血液の循環が上がるんですね。血液の循環が上がるということはですね、この気の流れ、エネルギーの流れもですね相乗効果として一緒に上がっていくわけなんですね。そこからセルフケアすることによってですね、セルフケアの効果もめちゃめちゃ上がるんですね。あと栄養素が供給されることによってですね、皮膚とか筋肉だけじゃなくて細胞にもね栄養が届くことによってですね、シミシワたるみだけじゃなくて体の、ね、健康にもつながってくるんでね、こういったアイテムを使ってですね一度セルフケアを試してみてください。あとね、オレンジの炭酸生体スプレー、光老化対策の炭酸生体スプレーも一度試してみてください。はい、まあこれですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。